はい、皆さんこんにちは。基本から学ぶ入試古文、本日は第7項の演習問題の解説をしていきたいと思います。文章の中から変格活用動詞を抜き出し、そして活用形名を答えなさいという問題ですね。詳しくは説明欄にあるプリントを参照にしてください。ということで、1番から早速解説をしていきます。こちらの文章は2箇所抜き出さなければなりませんが、ここは皆さんよろしいですね。パッと見、死という古文単語に敏感に反応してあげれば、死ぬというな行変格活用、な変動詞が目につきますね。なにぬぬるぬれねという活用表のイメージをしっかりと頭の中に入れてあげれば、まず出だしの死に、ここまでがイチゴっぽいですよね。そして下段もしっかり押さえましょう。死ぬまでで切ってしまったら、こんなところに終止形が来てしまうことになりますね。あくまで終止形は丸の上が基本ですから、それを考えてみると、もうちょっと長く引っ張ってあげて死ぬれまで入れてあげてほしいです。この時に大事なポイントが、下に場がくっついてるじゃないですか。で、場の上って第1項の動画でも教えたように、場の上は未然形か依然形になるという2択でした。もし今回上が依然形なんだとしたら、しっかりと何ぬぬるぬれね合ってそうですよね。こんな確認作業ができるのも、やっぱり古典文法は下から上に考えるという鉄則があるからです。これしっかりと押さえておきましょうね。まあ、よって死ぬれが依然形、さらに死にが連用形であるという、ここまで求めてあげられればバッチリじゃないでしょうか。さあ、2番いきましょう。こちいてくるみたいなことが書いています。もちろん抜き出しはここでよろしいですね。家業変革活用がありそうです。そしてね、これちょっと難しい問題なんですよ。可変動詞って、こうきいくうくるくれこうこよ、全部漢字で書いてしまうと、ここここここ、ききききききくくくくくく、難しいですよっていう話は、解説編の動画でもしたじゃないですか。今回の文章って、ちょっと上の方から現代語訳を作ってみると、どこだ猫は、こっちに連れてって書いてあるんですよ。で、その時にもし終止形で読んでしまうとどうなるかって、こっちに連れてくる自分連れてるじゃんっていうツッコミどころ満載の文章になっちゃうんですね。どこだ猫はって言っている時点で、どこだ猫はこっちに連れて来いっていう命令文じゃないかっていう発想が生まれてほしいんですよ。だから読みで出題されたとして、今回はこって読まなきゃいけないし、活用形を書きなさいと言われた時に終止ではなくて命令形になりますよっていう、これ何気難しいですよね。ちょっと2番の問題間違えてしまったよっていう人は、きっちりとおさらいしてくれるといいんじゃないかなと思います。さあ、そして3番いきましょうか。尋ねいることはべりしにと、ちょっと数の多いら辺動詞ですね。しっかりと覚えられてますか。ら行変格活用はありよりはべり今そかりの4語です。ありよりはべり今そかり覚えていれば、抜き出しはこのはべりだっていうことはすぐにいけそうですね。ポイントとしては2点挙げておきたいんです。1つは、こんな場所に終止形来なくないですかという発想が出てくると、まあ、これは終止形ではなくて、まあ、これが求め方の一通り目で、もう1つは下にくっついている死にチェック入れてあげて、ちょっと助動詞先取りになってしまいますが、元の形は木です。まあ、ってことで、木の上何形ですかっていうことをちゃんと覚えていれば、答えが連用形って引っ張り出せますよね。こんな持っていき方は2通り考えられるようにしておくとバッチリじゃないでしょうか。さあ、続いていきましょう。4番の問題、特になんと思うにと、これね、結構抜き出せませんでしたっていう生徒も多いんです。ついついな変動詞って死ぬ死ぬ死ぬ犬犬犬死ぬ死ぬ死ぬ犬犬犬、みんな漢字で書いてあると錯覚しちゃいがちなんですよね。
ひらがなで書いてあった時に難易度がふっと上がってくるのでいいですよね。犬っぽい言葉ありませんかねって言われた時に、あったあった、ここだよねって反応できるとバッチリですよね。っていうのも、下にくっついているん、これ無のことですね。無の上って皆さん覚えてますか？無の上は未然形でした。まあなので、なにぬぬるぬれねのないな、未然形で全ての辻褄が合ってますよね。犬というな変動詞はひらがなで出題されるときにちょっと難易度が上がるので、しっかりと対応できるようにしましょう。さあ5番いきます。常行という人今そがりけりと、これは結構シンプルな問題ですね。さっきの3番に引き続き、ら変動詞ありよりはべり今そがり覚えていただければ、ここにチェックが一発で入れられるのではないでしょうか。そして下についている言葉がけりです。しっかりとけりの上だから連用形と求めてあげればバッチリですよね。ちなみに今そがりという古文単語、これ尊敬語でいらっしゃるという訳出があるので、せっかく螺変動詞を覚えたついでに、今そがりってどういう意味ですかって現代語訳の問題にも対応できるようにしておけば完璧じゃないですか。常行という人がいらっしゃった、このぐらいの訳出になるんですね。さああと2つです。この6番と7番って難易度がちょっと上がっているんですよ。っていうのも、7番を見た時に、え、変格活用なくないですかって思った人いると思うんです。これまさに入試レベルっていう感じがするんですが、まあ、ちょっとね並行してみなきゃいけない理由も含めてやってみましょう。6番、手っ取り早く正解を取るんだったら、一つ目はこの折ですね。繰り返しになりますが、ありよりはべり今そがりを覚えていればすぐに気づけると思います。丸の上だからもちろん終止形だよねっていう、ここまでは楽勝ですよね。で、6番7番の選択肢の中にまだ変格活用動詞があるんだとしたら、どこっぽいですかって、そこで思い出してほしいのが、解説編の動画で唯一入試問題レベルここ注意してねって言ったあの左辺のパターンを思い出してほしいんです。左辺動詞はすとおわすの2語が基本でしたが、音読みの漢語プラス数字の形、音読みの漢語プラス数字の形、これ全部左辺になるんだよって教えましたよね。つまり7番でいきましょうか。念じて寝るって書いてあるこの念、まさしく音読みなんですよね。ここ音読みしてるじゃんっていうのに気づいてしまえば、音読みプラス静止数するすれせよ、音読みプラス静止数するすれせよで左辺っぽく見えてきませんかっていう、これ難しいけれどもめちゃめちゃ大事なんです。だからこそ6番も念じという言葉実は抜き出さなきゃいけないんですね。ここは全く同回答になりますが、両方とも左辺同士だよっていうことをしっかりと押さえてあげて、形は活用表通りで構いませんね。連用形でしっかりと押さえていくよと。こんな感じで全問正解取れたよっていう人は完璧ですよね。ちょっと難易度が高い最後の2問まで耐久できたでしょうか。まあスクショするならどうぞ。さあよろしいでしょうか。ぜひとも復習して次の動画に役に立ててください。よければ高評価、そしてチャンネル登録お待ちしております。今日は以上です。お疲れ様でした。